っていうかもうね、めちゃくちゃゲリラだったんですけどそう、ゲリラ予感がしてたから大丈夫。お予感すごっ、的中。なんか大人っぽくなりましたね。お、嬉しいですありがとうございます。身長伸びた？最近でも全然測ってないのでちょっとわかんないですねどうなんやろ。どうも。勉強は順調ですか？まあそうですねうん、順調です、順調です、順調ですそれなりに。もうね、課題がちょっといっぱいなんですけど、それなりに順調ですよ順調って言うんかな、これは多分。なんか料理作りましたか？最近は全然作ってないですねそう、ちょっと前はまあそんなでも作ってないけど作ったりはしてたんですけど、そう最近は全然作ってない。そう、もうでも今のところ1日1科目ずつ、1教科ずつ終わってるので、まあまだ進んでる方かなって勉強は思います。お皿洗いしてますか？お皿洗いはちゃんと毎日してますねそう、でも作ってはない。お皿はちゃんと毎日洗ってるけど。人狼配信参加したい、したいです。ちょっとリベンジしたいんですよねけど、そうだからしたい。弟がケイトと同い年なのに全く勉強しない。ケイトも全然してない。もう最近中2の終わりぐらいからやっとなんか自分で勉強するようになったんですけど、それまではなんかもうやりなさいやりなさい言われてからやる人でした全然自分から進んでやるの。宿題とかは自分からちゃんとやるんですけど、何勉強、自分でその出された課題以外のことは言われるまでやらなかったですそう、課題はでも結構早めに終わらせるタイプではありましたありました今もやけどありますかな。でも言われるまで全然やらへん、お勉強はそやか、そやなんです。ワカポンニュース見て勉強ね。でもすごい賢くなりそう賢くなる。ミラコの顔の落書き見た？なんか最近毎日のようにやってる気がする見ましたよ。なんかすごいここにまぶたに目を描いてでなんかここの鼻のなんていうんですか、ノーズシャドウがもう
恋とかのレベルじゃなくてもくっきりアイラインで描いて、リップなんかオーバーリップ流行ってるって言うけどやりすぎめっちゃおもろい。でもミラクらしくて好きですけど、あのメイクほんまに面白い。寝てても起きてる目ね。面白いケイトもやってみてやばい、あそこまで行くとほんまに。しかもあれで何ですかね、配信してるじゃないですか、あのメイクで。それがすごいなんかまだ見せずにというか、写真撮るぐらいなら、まあ、あることでもないけどあるんかなとも思うけど、それのメイクのまんま配信してるからねすごい。ケイトはやめてやめて、ミラコちゃんはお笑い担当？絶対そう、もう絶対そうやと思う。お笑い担当ですね、めっちゃ面白いアーカイブで残るね、面白い。しかも誰にも触れられず悲しい。それはなんかせめて誰かが突っ込んだらさ、まだなんかちょっとなんて言うんですかね、それやっててもいいけど何も突っ込まれへんかったらさ悲しい。ミラコは MC 目指してるんやって、嘘、お笑い担当やと思ってたけど。あれは突っ込んだら負けなどではなんかね、暗黙の了解みたいなあるんですかね触れてはいけない何かみたいなやったらめっちゃ面白い。ハースちゃんの髪型は真似してほしい。ケイトがやったらさ、なんか画面から突き抜けそう。前髪短くてもあんだけた縦に伸びてるから。ね。24時間テレビの MC 狙ってるね。なってるかもしれないですね。ハートコンビのあの髪型やってほしいやばおもろ。ストレートだしうまくできそうそういう問題じゃないない週月曜日しゃべくりアワー楽しみね、楽しみです。久しぶりにやるので、しかも自宅からね、楽しみです。髪はまだ伸ばすの？切りに行きたいんですけど、そう、切りに行けないのでちょっと待ちって感じです待ち時間今は。ハウスちゃんあれ固定ヘアにしてほしいやば、固定ヘアって何あれ絶対あんな固定ヘアやったらちょっと悲しくなるどこまで伸びた？結構伸びましたね。どれぐらいなの？なんか最初の時の倍ぐらいあります。だから結構伸びてるかも。髪伸びたらショートカットのやつはできへんの？なんかそういう多分、まあでも多少はあると思うんですけど、だからケイトもショートカットやるときはなんかこうキュキュってやって短く、この短くしてる風な感じでやってるんですけど、でも髪長い人はできへんってわけではなさそうな感じがある。でも基本はショートカットの方やと思うんですけど、そう
短く見せる。そうですそうです。なんかこう折って折って折ってなんかそうやってもらいました。自分では絶対できへんと思うけど、自分で髪切り配信絶対やばい。しかも鏡なんかあ見れるか口に置いたらけどジグザグになりそう。肩くらいまでの長さであればいいのでは。そうなんかな、ちょっとあんまりはっきりしたルールは分かんないんですけど。そう、ショートの頃あったの、ショートあったんかな。えでもなんていうんですか、めちゃくちゃショートの時はなかったかも。ボブぐらいな長さやったらちょっと少しの期間あったんですけど、そうけどそんなないですね。あんまり基本長いことが多いかもしれないです。でもちっちゃい頃はずっと短かったです。短くて前髪も短くて5歳ぐらいの時は全部短かったです。けどいつからか長くなりました。そう YNN で断髪式やるやっぱあんないきなり短くされたらね。小さい頃の写真みたいあるんかな。でも何枚かはあると思うけど載せたことないかも。確かにそれお母さんの趣味だったとか。どうなんですかね。でも常に着られてました。着られてた、常に短くされ、もう前髪もなんか短いとかのレベルじゃなくて、なんか大体みんな眉毛ぐらいか眉毛よりちょっと長いかぐらいで巻いたりしてるじゃないですか。でもキュートなんかおでこ半分ぐらいの前髪でめっちゃ短かった。もう本当にこうめっちゃ短い前髪でした昔は。もうおんまゆ通り越してそう半分おでこもう出てるみたいな。短くする前に前髪作ってみるのはね、前髪も作ってみたい。日本人形並みかな。本当にそれぐらいだったと思います。短かった、とにかく短かった。今は前髪長いの似合ってるよ。お、嬉しい嬉しいです。おでこ出してるイメージが強いね。確かに。でも2年間ぐらいはずっと長い前髪なのでずっと出してる方が多いですかね。そうだから多分皆さんのイメージだと長いケイトのイメージの方が強いと思うんですけど、でも小学校6年生とか5年生から6年生までとかは前髪短くて、5年生の時が短かった。だからそんなになんか長いイメージでも多分ないと思う。なんていうんですかね、すぐ友達とかやったらケイト長いイメージとかあんまないかも。でこ出しのイメージが大きいね。そうですよね。逆にさ、あのなんていう、隠れてるイメージとかないと思う。最初の方のこれだけこう斜めにこの辺ぐらいまで前髪があったからちょっとだけ隠れてたんですけど、ずっと長い。初めて握手した時そこまで前髪長かったイメージない。確かに
最初の頃入った時はなんかこの辺ぐらいしか長さがなくて、だから最初の方は短かったんですか、多分短かった気がする。前髪長い方が楽なの？楽ですね楽さで言うと多分長い方が楽やと思います。そう、でもなんか自分的には前髪短い時もなんか別にそんな嫌やと思ってなくて、短くてもいいかなって思ってたんですけど、でもなんか周りの方に聞いたら長い方がいいって言われたので伸ばしてますでもなんか短かった頃の写真見返すとやっぱ長い方がいいなっては思う。乾かすの大変じゃない？あ、でもなんかそんなに前髪を意識的にそんな乾かしたことはないか。短いとなんかセットしたりしやなあかんからね、その方が大変やと。自分で髪型決めれるの？最初は決めれないんですけど、でも昇格したらある程度は好きな髪型できますね。でもそんななんかいきなり知らん、なんていうんですかね、いきなり切ったりしたらあれやけど、そう。こんな髪型したいなって希望ある？なんですかね、めっちゃ短いのとかやったことないので、1日いや10秒ぐらいだけやってみたい1日もやったらちょっとかな10秒だけなんかめっちゃ短くしてみたいベリーショート、あ、それです、ベリーショートっていうかな、多分めっちゃ短いやつ。1秒って体験にもならんよ確かに。15秒から10秒の間くらい。ウィッグとかつけてみたり、なんかでもちょっと違和感ありそうそれはそれで。変わんない画像加工をやってみたら、あ、なんかそう、それで髪型をなんか変えれる、写真で変えれるアプリみたいなのを見つけて、それでやってみたんですけど、なんかちゃんとはまんなくて、なんかちょっとすごい違和感があったので全然イメージ湧かなくてそう、結局無理やったっていう話歪む、そうなんです、なんかめっちゃ歪む髪の毛の話ばっかりしてるけどはまんない、そう、なんかめっちゃボワーってなって変やった。アプリと実際にやるのはなんか違う、そうなんですよ、なんかね、実際のなんていうんですか、切った感じと違うから、ちょっと全然イメージが湧かなかったんですよねそう、髪が多すぎたのかな、何やったんかなあれは。でもなんかすごいすごいね、かなんか思い出して笑っちゃう、なんかゆで卵みたいになったんですよ, 笑っちゃう、違和感、そう、違和感があって
ね。ケイトを知ったのは最近なんですが、正直髪型から入りました。そんなことあるんや。髪型ゆで卵、そう。とにかくなんか不自然でしたねやり方が悪かったんかな。なんかでも何回か試したんですよ。だからやり方間違えたんかなと思って。でもなんかね、ちょっと思った通りじゃなかったケイトって口癖絶対なんかでしょ。そうなんかな、なんかなんかって言ってる。でもそうかも言ってる気がする。なんか言ってますね。なんか気づかへんかった。癖って気づかないもんですよね。なんか言ってたりしても全然気づかへん。なんかなんかって言ってるかな。消えた。言ってるね。あ、言ってるんや。やっぱり正解ですなんかって言ってる。めっちゃた確かに。なんかってどういう意味なんですかね。どういう意味があるやろ。なんだかなんかわからんわからん。でもなんかずっとまだ言ってる。ずっと同じこと言っちゃう癖があるんですよね。けど話してる時に結構言っちゃって、なんか家族とかで喋ってるとまたなんかって言ってる。無理、これ抑えられへんそう、家族とか仲いい友達とかと喋ってるとなんちゃらなんちゃらでさーって最後に語尾にさーってつけちゃうんですよ。それも昔からずっと言われてて癖らしいんですけどそう、さあさあ言いすぎてなんかよくわからへんって家族に言われますなんちゃらでさあってさあをつけすぎて話が帰って入ってこうへんって言われ口癖はしゃあないね。気づかないうちに言ってるからびっくりびっくりしました。今なんかって言ってるんやって思って、そんなことかなんか思ってなかったもう気にして喋られへんくなっちゃうなんかって言っちゃう常に。なんかなぜかっていう意味なんかな。なぜなぜかなんかちょっとわかんないわかんない言っちゃう。うーんとみたいな、なんかうーんと、あーなるほど考えすぎ。確かに、まあ考えずに喋っていこうと思いますわかんない。知らんけどみたいなもんやろ。みたいな感じ。なんだなんか考えたらあかん、考えたらあかん。なんか学生の人は多い考えて止まっちゃう変なことなん変なこと変なところに考えすぎちゃうんですよね。なんか勉強とかに頭使ってくれるならいいんですけど、こういうなんか絶対どうでもいいやろっていうところで頭を使っちゃうんですよ。もったいないもう なんかって言っちゃう。なんか
必ず言ってる、なんかもう課題に使ってね、本当にそうですよねこういうところで頭使わずにちゃんとしたことに、お勉強に使ってほしい今は課題でどんな勉強してるのいきなり話変わる。どんなんしてるんやろ、何してるっけな何してるっけな、今日は、あ、でも今日は美術を終わらせましたかな美術を今日はしました。美術で何したかな、なんかいろいろ描きました絵は描いてないんですよね。でも絵じゃなくて人の名前とか、なんかそういう描き方の名前みたいな、そういうのをずらーって描きましたピカソとかゴッホ的な、あ、そうですそうですとか、そういうのいっぱい描きましたねそう、めっちゃ描くのが多かったんで手が疲れました。今日はケイトは絵うまいのかな、うまくないですよケイトケイト全然うまくないですよ、もうすごくすごく絶望的な絵描いてるですよね。なんかまたなんか出ちゃった上手な人がちょっと何言おうとしたのか忘れましたある意味天才画家ある意味いろんな一周回って天才かもしれないですクラスでうまい子いる？どうなんやろう多分います、多分ケイトよりは確実に上手ケイト基準やとみんな上手やと思います。年近い女の子も握手会来る？来ますよ、年近く近い子も来てくれますケイトは逆上がり得意？ケイト鉄棒は得意な方やと思います、多分多分逆上がりはできます。そう、でもそんな中ぐらいですねうまいっていうのは言い過ぎた、中ぐらいです。逆上がりはできる、前回りと逆上がりはできるバク転とかできそう、それはやばい、できひん縄跳びがうまそう、縄跳びも普通ですねそんなめちゃくちゃうまくはない。二重跳びなんですっけ、はやぶさって言うんですっけ、ブン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 やるのはできやん。オーナー跳びはどうなんやろ、分からん、自分が上手いのかどうか分からん。球技は得意かな、球技はまあスポーツで何が好きって言われたら球技の
球技が多いですかね。球技は結構好きかも。でも野球は苦手ですね。苦手っていうかあんまりやったことないんですよ。そう、フラフープ回せる？フラフープできますよ。ラグビーとか、ラグビーもやったことない。ラグビーもないな。あんな怖い、怖そう。まず滑り込むことができやんと思う。やけど しそうって思っていかれ。サッカーは、サッカーもサッカーと野球はあんま得意じゃないんですよ。卓球は、卓球はなんかちゃんとしたのやったことないんですけど家でなんていうんですか、おもちゃみたいな、お家でできる卓球みたいなのを机に挟んでやったりはしたことあるんですけどちゃんとした台でやったことないからわからん。カバディとか、何カバディって、カバディ、カバディ、え、何それ、カバに乗るやつみたいなんですか。カバディかっこいい、カバディ初めて聞きました、カバディ クロケットって知ってる？なんか聞いたことある気がします。クロケットってあれ、なんか棒の先に靴下みたいなのついてるやつですよね。靴下じゃないけど、なんかそういう感じの、違うかな。それはラクロス、え、ラクロスっていう、ちょっと難しいですね知らんすぎて。ラクロス、ラクロス、それはラクロス。え、カバディ、カバディはカバディは、カバディって言いながら、あ、言葉あー、なるほど、カバディっていう競技じゃなく言葉っていうことですねものを知らなすぎて。ゲートボールはわかる。ゲートボールは多分わかりますなんかあれ、ゴルフみたいな感じのやつですよね。普通知らんって皆さんがすごいだけか普通なんか聞いた、よかった、びっくりした、ものを知らなすぎるんやと思った。危ない危ない。カポエラ？カポエラ？カポエラって何？ポッチャ？もうわけわからない。わいもあんま知らんから大丈夫、よかった、キュッとだけが知らんのやと思った危なーい、セーフ何がセーフやねん。カポエラはブラジルの格闘技です。なんかラグビーボールのなんかをするんやと思ってました。ポッチャ、あ、わかった、ポッチャはわかりました。ボールのこのぐらいのボールを投げてやるやつですよね。なんか見たことある気がする。CM でやってた何かの。こう、ボールの間にボールを投げて、ちょっと詳しいルールはちょっとあんまわかんないんですけど。多分合ってる。ね、多分合ってると思うけども。シークンドー。シークンドー。でも、道やから剣道みたいな感じやと思って、剣道の剣が柔らかいやつみたいな
メーターはわかる。メーターはちょっとわかんないですけど、メーターなんか乗馬みたいな感じですかね。カーリング的なやつね。カーリング的。もう頭がごっちゃになって分からへんくなってる。スポーツチャンバラやな。ムエタイは格闘技。え、ムエタイはタイのキックボクシング。すごちょっと難しい。シークンドーはブルースリーが始めた武術。眠たいは知ってる？眠たい？眠たいってなんだろう。ネクタイみたいな感じ。眠たい。分からへん。何やろ。眠たいってなんだよ。全然出てこない。あ、ね、眠たい。そういうことか。あ、眠たいはね。眠たいは眠たいんかい。眠たい。騙されるわこれ。あかんわ。騙されちゃう。ほな寝るわ。ほな寝るわ。おやすみなさい。もうあかん、危ない、騙される。これも全然関係なかった。たまには罠が紛れている。危ないよ。騙されるところでした。危ない危ない。結局得意なスポーツなのに。確かに。何やろ、バレーボールですかね。騙されるやつが悪いんや。騙すやつが悪いんや。嘘です、そんなことないです。騙されるやつが悪いですよね。間違いない。もう55分だよ。ありがとうございます。あと2分ですね。2分後。バレエは得意？バレエはきっと硬いので全然回られへん。バレエはできないけど、バレエはちょっと得意。好き。顔面キャッチは痛いよね。ね、でも意外とけど顔面キャッチはしたことないかも。そう、あんましないかな。ややこしい発音。なんかこのね、何ですっけ、コメントで見てたら文字で見えるけど、言ってたら何言ってるか分かんない、どっちか分からない。ちゃんとバレーボールって言わないとね。ごめんなさい、伝わりにくかったですよね。申し訳ないです。バンジージャンプはスポーツですか？どうなんやろ、どっちなんですかね。バンジージャンプってなんか普通の遊びやと思う。わからん。スポーツって聞いたことはないけど、遊びやと思ってました。なんか遊びっていうかね。57分やで。お、ありがとうございます、優しい。ではランキングを読みたいと思います。13位からいきますね。13位どこよ。13位サリューさん、ありがとうございます。12位ライフさん、ありがとうございます。
11位ちゃうちゃうさんありがとうございます。10位おいちゃんださんありがとうございます。9位なんちゃんさんありがとうございます。8位ひさおまるさんありがとうございます。7位よーさんありがとうございます。6位ガチのつりさんありがとうございます。5位きもこばさんありがとうございます。4位こばんさんありがとうございます。3位かぎょうさんありがとうございます。2位りゅうさんありがとうございます。そして今日の1位はドク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 ダンふがしさんです。パチ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 。パチパチパチ。体を360度パチパチでした何言うとんねん。ありがとうございました。ゲリラ配信でしたが見に来てくださってありがとうございました。そしてスペシャルギフトを送ってくださった皆さんもありがとうございます。ありがとうございました。またね バイバーイ。お、59分、ありがとうございます。あと1分だ、やばーいありがとうございました。4月お疲れ様。本当や今日朝自分で言ってきながら、今日で4月も終わりなので、また5月も頑張っていきましょう。またねありがとうございました。バイバーイ。5月もよろしくお願いしますバイバーイバイバーイありがとうございました。